こんにちは、サッサンです。3ヶ月ぶりに富士屋レストランさんでケーキの食べ放題をしに来ました。もうショーケースの中キラッキラでめっちゃいっぱい商品があってテンションが上がっています。60分2700円でフリードリンク付きです。今回はペコちゃんを連れてきました。はい、それではいただきます。もう見るからに美味しそう。今回一番のお目当てはこれです。ショートケーキの宝石箱、佐藤錦。このショートケーキの宝石箱っていうのは今毎月月末9日間ぐらいかな、キーフォトの企画でショートケーキが出てきます。はい、でこのねたっぷりのシャンテリークリームが本当に美味しいんですよね。で今月は佐藤錦っていうさくらんぼがテーマなんですけど、中には佐藤錦と佐藤錦ソース、佐藤錦クリームを入っています。であとくず餅がね入っててもちもちしててとろっとろな感じもすごく美味しかったです。もう食べ応えもすごい十分あるし、なんかちっちゃいホールケーキ食べてるみたいな感じなんですよね。本当に最高でした。続きまして佐藤錦のドルチェです。私このドルチェシリーズ大好きなんですよね。で下はバニラムース台になっていて、白いのはシャンテリークリームです。で上にもうこんなにたっぷり佐藤錦が乗っているというとっても贅沢なケーキです。はい、でお味の方もあっさりめで、あのバニラムース台とかだしね、こってりはもちろんしてないんですけど、なんせこの佐藤錦のね上品なさくらんぼのお味がとってもいいんですよね。なんでパクパク食べれちゃうんだけど、ただ難点言うなら種がちょっと食べにくかったかもしれないです。佐藤錦のモンブランはスポンジの中に佐藤錦ソース、マスカルポーネクリームと一番上は佐藤錦クリームです。このね佐藤錦クリームがなかなかね香りが強めで、さくらんぼですっていう存在感をめっちゃ表してきます。はい、まったりして美味しかったです。巨峰のドルチェ、これは公式サイトには載ってなかったんですけど、お店に行ったら出会いました。これめっちゃ美味しかった。そしてちょっと片付けたはずのフィルムが出てきてびっくりしちゃった、失礼しました。はい、これね本当に美味しかったんですよ。っていうかそもそも私巨峰が大好きなんだよね。まあ大好きなものどんだけあんだって感じなんですけど、下はバニラムース台で上はもうふんだんに巨峰が使われています。もうほんと幸せになるやつ。これ何個も食べたかったけど、ちょっと胃のキャパ考えて1個でやめときました。でも人気あってラス2ぐらいしかなかったかも。はい、まみれさんがケーキになっちゃいました。これはね私もう見た瞬間に絶対食べるって決めてたんですけど、このまみれさんのケーキ前回のやつもすごい美味しかったんですよね。ドーム型のやつで、お味は軽いタイプのチョコカスタードクリームを入れたスポンジにビターなチョコクリームを絞ってあります。このビターなチョコクリームかなり重くてめちゃめちゃ好みでした。はい、で今回の佐藤錦を使用したあのミルクレープもいただきました。ピンクのが佐藤錦クリームで、黄色っぽいのがクリームチーズクリームってことなんですけども、まあ、これはねかなりやっぱり佐藤錦クリームのさくらんぼ臭が強くてですね、一番上のこのピンクのジャムみたいなやつ、これがねめちゃめちゃ甘いんですよ。なのでそこでなんかバランス取ってる感じがしたんですけど、私にはちょっと甘すぎたかもしれないです。そしてティラミス、なんか前はカップに入ってませんでしたか？リニューアルしたのかな。あのこのティラミスはね程よい苦味のコーヒーシロップを染み込ませたスポンジ、結構ジュワ感ありましたに、北海道産のマスカルポーネチーズを使用したコクのあるクリームで仕上げたティラミスですということで、あの層になってるのも贅沢感あっていいし、なんとねちっちゃいね生チョコみたいなの乗ってるんですよ。それもまたリッチ感があってめっちゃ美味しかったです。結構固めのティラミスなんですけど、私ティラミス緩いのより硬い方が好みなので、これはバッチリ私の胸っていうのハートを射止めましたよ。美味しかったです。国産果実の楽園です。もう見るからに超贅沢で本当にねもう一目惚れするやつで、メロンが2種類、赤肉と緑のお肉のメロンがあって、でその他にいちご、オート、パイナップル、甘夏みかん、白桃などが入っています。で下はバニラムース台です。でこのドルチェ系のやつは本当にね好きで、もうケースにあるやつ全部今回食べてきたんですけど、これもねいろんな種類のフルーツが食べれてもう幸せいっぱいでした。やっぱりフルーツはいいね、大好き。はい、でイタリアンショートケーキ、これはもう定番ですね。私のあの動画視聴いただいてる方は、私毎回富士屋さん行くと食べてるんですけど、はい、イタリアンショートケーキです。でクリームたっぷりでね美味しいです。
ただこれはやっぱりお店で作ってるやつじゃなくて量産型っていうやつですかね。贅沢言っちゃうけどやっぱりちょっとクリームの味が違いますね。 お店で作ってるやつタイプの方がコクのあるクリームだったような気がします。はい、でもこちらも美味しかったです。南の島のバカンス、ヤシの木がバカンス感をめっちゃ出してきますね。でこのブルーのはラムネゼリーで白いのはパンナコッタです。上にはみかんとパインが乗ってて、あとチェリーとかもあったかな。で白いのはバニラムースです。やっぱりこのねラムネゼリーがすごく爽やかにしてくれて口の中さっぱりしますね。なので、まあ、今回フルーツ系もすごく多くって全体的にさっぱり系が多めではあったんですけど、こういうラムネゼリーとか入ってくれると結構リセットしてくれます。宮古島ハイビスカス&フルーツ杏仁パフェ、これは本当に名前の通り本当に贅沢三昧だった。まあメロンが乗ってるとかもあるんですけど、特筆すべきはこの白っぽいやつ。これはね杏仁ブランマンジェというものらしく、本当にもちもちでトロトロで、もうね本当とろける。で上にあるフルーツとかハイビスカスゼリーも香りが良くて美味しかったんですけど、一番下はなんとマンゴーゼリーまで入っていて、本当に美味しいものが全部詰め込まれてる感じでした。これはやみつき、本当いっぱい食べたい感じのやつだった。いっぱい食べたかったけど食べれなかったけど、また夏の間に行けることあったら食べたいな。はい、そして次続きましていちごのミルフィーユです。これはまあ時々私食べ放題行くといただいてるんですけど、はい、これはねどうにもこのね食べ方をうまくやりたくなってね、いつも食べてしまうんですよね。味ももちろん美味しいです。ただ今回食べたミルフィーユはなんかいつもサクサクしてるんですけど、ちょっとしっとりめだった。はい、でもまあしっとりしたミルフィーユもまあ久しぶりに食べて、食べやすいよね、ある意味ポロポロしないから。はい、お味の方はカラメルの風味もしっかりして美味しかったです。やっぱりね富士屋さんのミルフィーユは美味しいと思う。はい、そして、まあ、そろそろ終盤になってきました。プレミアム濃厚ベイクドチーズケーキ、これねそんなに言うと食べ放題で食べたことないんじゃないかな。単品で普通に購入して食べたりはするんですけど、このね濃厚ベイクドチーズケーキ非常に贅沢で4種類のチーズが使われているそうです。一番下はグラハムビスケットを砕いたものになっているので、私ねチーズケーキをグラハム生地好きなんだよね、一番下なので、これも好みによく合っていました。はい、美味しかったです。さて次でいよいよ最後です。ペコサンドのメロン味にしました。これねそうそうペコちゃんと並べてみたの。これ並べるとよくわかるんですけど、ほんとよくできてて可愛い。はい、でいただきます。ペコサンドそもそもなんぞやって話なんですけど、この周りのビスケットみたいのはペコサブレですね。で真ん中に挟まってるのはミルキーガナッシュという、まあ、ミルキー風味の、まあ、固いクリームなんですけど、今回食べてるのはそのメロン味です。で、まあ、結論これも美味しいんですけど、私はプレーンの方が好きだったかも。プレーンのミルキーガナッシュの方がより牛乳味みたいのを感じれるので好きです。はい、まあ、でも美味しかったです。あ、ここまで、ケーキ14個いただきまして、ちょっと一部金額がよくわかんないやつがあったので大体の金額書かせていただきました。はい、でこの日の個人的ベスト3はこちらなんですけど、もうねベスト3に決められなかったの、2位と3位なので、なんかベスト3と言いながらベスト5みたいになっちゃってるんですけど、そのくらいちょっと今のメニューほんと美味しいものたくさんありますので、富士屋さんでケーキ購入の際にはいっぱい悩むか全部食べるかしてください。それではここまでご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価コメントいただけたら幸いです。またお会いできますように。じゃあね、バイバイ。